どうもこんにちは。私は普段 Mac で読み上げやってる音屋なんですけど、滑舌の悪いガムジローに代わって喋ることにしたんです。たまに北海道弁が出ちゃうんですけど、今日はよろしく頼んますね。今回はこのスワオキ折りたたみソーラーチャージャーのスタンドについてなんだけど、2018年に北海道で大きな地震があった時、何日も停電が続いたことがあったんです。そんで災害対策も兼ねて、スワオキのポータブル電源と一緒にこのソーラーパネルをアマゾンで買ったんですよね。災害の時だけでなくて、キャンプにも使えるから、なまら役に立つんだわ。パネルと電源の性能については、また別の機会に紹介しますけどね。だけど、このソーラーパネル、スタンドがついてないんだよね。新型はついているんだけどもね。そこで、この自転車用のメンテナンススタンドでさ、なんとかならないか工夫してみたんだわ。このスタンドは以前アマゾンで1000円くらいで買ったものなんです。自転車用だからさ、パネルくらい支えられると思ったんだけど、でもこうやってパネルを立てかけようとするとこんな感じで自立しないんだよね。そんで困った時のダイソー頼みで探してみたらさ、いいもん見っけたんだわ。それがさ、これさ、水切り棚用フック中100円雑貨なんだよね。パイプ直径10ミリって書いてあるやつなんだわ。 S 字フックのちょっと変わった形のものだね。2個引っこ抜いて使ったからさ、パッケージ汚くなっちまったけど、まあ気にしねでくださいね。そいでさ、このフックをこうして輪ゴムで留めてやるんだわ。するとちょっと動かしてもフックが簡単に取れたりはしなくなるんだよね。そんじゃあさ、パネルを立てかけてみるね。どうです、しっかり自立してるでしょう。そんでさ、この小さなフック部分がちょうどパネルの縁に当たるんだわ。パネルの表面を傷つけなくて済むよね。しかもこのメンテナンススタンドは角度も調節できるんだわ。お日様の向きに合わせやすくてさ、超便利なんだよね。スワオキや他のメーカーのソーラーパネルを持っていてスタンドで悩んでいる皆さん、どうぞお参考にしてみてくださいね。ということで、またなんかいいもん見っけたらさ、紹介すっから。そんじゃあまたしたっけ。